여러분안녕하세요크레미입니다今日は私がおすすめするゲストハウスを紹介したいと思います。ソウルにあってすごくアクセスもいいところなんですけれど、最後にどこにあるかとか良かった点などを紹介したいと思うので、まずはこちらの動画をご覧ください。Got to feel in heaven when my lover's near. Lord, let this moment last for another year. Though today has ended, the night's still young, I'd say. Lover, don't go away. はい、皆さんいかがだったでしょうか。朝食もゲストハウスなのにすごく種類も豊富で、まず今まで私ゲストハウスばっか泊まってきてたんですけど、あんなに種類が豊富だったことが初めてで、普通のゲストハウスは野菜とかあまり置いていなくて、だいたいトーストと卵とジャムとかバターとかがあったり、コーンフレークあったり牛乳あったり、それぐらいなんですけれど、ここのゲストハウスは野菜もあるしフルーツもあるし、ナチョスとかポテトとかケーキもあったりして、飲み物もいろんな、ジュースもあるしコーヒーもあるし紅茶もあるし、一番いいなって思ったのはフライパンがあって目玉焼きとか作れたり、私がお持ち帰りで持って帰ってきたチヂミがあったんですけど、フライパンで焼いていいよとか言ってくれたりとか、すごく親切だし、いい朝を迎えられるゲストハウスかなって思いました。朝食って8時から10時までって決まってるんですけれど、それ以外の時間にも紅茶とプレッツェルが食べれたりとか、紅茶の種類も6種類あって、私紅茶大好きなので、その点はすごくポイントが高かったです。浄水器もあるしね、私はタンブラーを持ち歩いてるので、タンブラーにその浄水器の水入れていつも旅行中持ち歩いてました。で、あとめっちゃ可愛いんですよね。見ました？皆さん、ブランコがあったりとか、あと段々になってるところとかあったり、めっちゃ可愛いんですよ。写真にも映えるし、ビル10階にあるので上から見下ろせることもできるし、まあ景色はめちゃくちゃいいわけではないんですけれどね、朝日が入ってきてすごくいい雰囲気で朝食を食べることができました。あと部屋なんですけど、私は6人部屋ドミトリーに泊まったんですけれど、11階と12階にお部屋があって、でエレベーター降りてすぐにいろんな部屋がある、前にまた扉があるんですけど、そこにもパスワードがあってロックかかってて、でお部屋にもロックかかってて、二重でロックがかかってるので、すごいセキュリティ的にも安全だと思ったし、部屋の中に金庫もありますし、すごくそこもいいなって思ったのと、
と水が1日1個支給されるのと、歯ブラシも置いといてくれたり、私は帰ってきたら手を洗いたいのでハンドソープがあったのがすごく嬉しかったです。普通のゲストハウスよりはちょっぴり高めなんですけれど、それでもホテルと普通のゲストハウスの間ぐらいの値段で、サービスもそれぐらい。ほらマリちゃん、マリちゃん何してるんですか。分かってますね、自分が悪いことね。これは私の上着。もうで毎日、まあもちろんですけど毎日掃除してくれますし、あの鏡が2つあって、6人部屋でもメイクするときそんな混雑しないし、ね、韓国だとシャワーするところとあとトイレ一緒で、トイレットペーパーがシャワーの湿気とかでべちゃべちゃになったりとかして、すごい嫌だなって思ったことが何度かあったので、トイレと浴室が別々だってこともすごく嬉しかったです。しかも日本語しか喋れない韓国語喋れないけど英語喋れないけどどうしようみたいな人でも、一人もう日本人レベルで日本語うまい韓国人のスタッフの方がいて、すっごいびっくりしたんですけど、今まで出会った韓国人の中で一番日本語うまかったですっていうスタッフもいるので安心していけます。あと洗濯もできる、時間は決まってるんですけど洗濯もできるし、ね、荷物少なくなるじゃないですか洗濯できたら、それもすごくグッドポイントでした。場所はミョンドンからすごく近くて、ミョンドン歩いて行けたんですよ。両替はミョンドンの周りとかミョンドンの中にすごいレートがいいところがたくさんあるので、歩いてミョンドンまで行けるのがすごく嬉しかったし、あと2つの駅、トンガ駅とウリジロ行くや、ウリジロ入り口駅の両方が近くて、両方もうすぐ歩いてすぐのところでやって、立地もすごくいいっていう素晴らしい場所でした。では今日はここまで、皆さんチャンネル登録してまた次の動画で会いましょう。여러분다음동영상에서만나요.